久しぶり。金融野郎、やっぱりまた酒を飲んでたんだな。早くジョッキを下ろして真面目に聞いてくれ。こっちは大事な話で来たんだ。な、どうなんだ？忘れたのかい？今はウィンドブルーム祭の期間中だから安易に人に頼み事しちゃいけないんだよ。じゃあ答えは教えないで、この件はやってみる甲斐があるのかどうかだけ教えてくれ。つまりちょっとしたヒントが欲しいってこと？君の答え気に入ったよ。この予言を残した人はすごいね。謎を解けばきっといいことがあると思うよ。それから僕はランプがどこにあるかも知っている。その4つを見つけたら場所を書いてあげるよ。優しいでしょ。はっ、どうせお前の口から手がかりを聞けるだなんて期待してなかったぜ。お前はこのまま風に当たりながら酒でも飲んでろ。悲しいな。パイモンの目には僕が他にすることのない酔っ払いみたいに映ってるなんて。吟遊詩人にはやることがたくさんあるのに。生活を楽しむってことはその中でも一番重要な一つに過ぎないんだよ。そうだ、全てが終わったら一杯付き合ってくれるかい？これも僕からのお願いだと思って聞いておくれ。